右のショートフック左、竹原の左フック、竹原左フック、第2ラウンドいきなり竹原の左ショートフックが炸裂。さあ竹原このままフィニッシュ持っていくか、ワンツー、防戦一方のトリリー左フックを返していく、アーミーのランプです。はい、今回は元世界チャンピオンの竹原慎二さんがどれだけ怖かったのかを検証してみたく思います。ガチンコファイトクラブという番組ではヤンキーたちが恐れおののいておりましたが、ボクサー時代はボクサーをも威嚇していたのです。今回はファイトクラブ時代とボクサー時代と見比べていただければなと思います。まずはファイトクラブの時の映像です。何食ったんや、何食ったんや、おい、何せえよ、何こら、あ、ちょっとだこら、何食っとんかって言うんねん、お前吐け、捨ててこい、どこに吐けんやん、お前、おい、捨ててこいって言ったろ、おい、捨ててこい、お前よ、ポケット手出せ、おい、続きましてボクサー時代のにらみ合いのシーンをまとめてご覧いただきます。いかにボクサーといえども相当怖いでしょうね。そしてにらみ合いのシーンの前に竹原慎二さんのプロ入り前の経歴について簡単に紹介いたします。中学時代は柔道部に在籍していましたが、喧嘩はしょっちゅうで暴走族にも入るなど、そこは悪かったようです。そういったことで地元では広島の粗大ゴミと呼ばれていたそうです。中学卒業後に就職しますが、仕事は長続きせず喧嘩ばかりする毎日。ある日、父が喧嘩ばかりするのならボクサーになれと、16歳の秋に竹原慎二を東京に送り出したのです。そして17歳の時にプロボクサーになったのです。第1ラウンドのゴングを迎えようとしています。レフリーウクリッド・サラサス、中立国のタイ、そしてジャッジに日本の浦谷信明、インドネシアのヨハネス・ベルナルドを迎えています。ご覧のような眼光、185センチという長身の竹原慎二、チャンピオン初防衛戦。一方 OPBF の指名試合、第赤コーナー、肩にブルーのタオルを巻いているならやってまいりました。そしてジャッジが日本の金谷武明、そしてオーストラリアのジェームズ・フレッターということになっています。3人で裁かれますこの試合、竹原慎二の4度目の防衛戦になります。対韓国の5位パク・ヤンキです。いつものように竹原がじっと相手を睨みつけるというシーンから始まりました。この OPBF 東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ、竹原にとっては5度目の防衛戦になります。次に実際竹原慎二さんがどれだけ強かったのかが分かるシーンをお見せいたします。この実際の強さがオーラとなり、威圧感がさらに重なるので、竹原さんが余計怖く見えてしまうのでしょう。右のショートフック、左、竹原の左フック、竹原左フック、第2ラウンドいきなり竹原の左ショートフックが炸裂。さあ竹原このままフィニッシュ持っていくか、ワンツー、防戦一方のトリリー左フックを返していく、アーミーのランプックですか、竹原のパンチが顔面へ、うん、これはブロックしているかどうか、試合さんどうでしょう。今のボテが効いてますね。はい、あ、さあガードの上からではありますが、竹原の連打です。竹原の連打、もっとね左を使って、はい、右ボディー、もう一度右左フックボディー、最後フックで竹原ニュートラルに詰める、右左ボディー、あ、いかに主導権を握るか、うまくいい形の内容、いい内容で勝ってもらいたいというふうに話していましたが、白井さん、やっぱり立ち上がるか、ワンツー、竹原が積極的にパンチを出してますね。そうですね、まあ、左を注意してですね、ワンツースリーうまく打ってますね、はい、ただね、この相手はね、いきなり打ってきますからね、そうですね、怖いでしょ、振り回してくるしね、これが当たるとね、なかなかね、無鉄砲だところはあるらしいですね。はい、得意なパンチは右のアッパー、ボクサーファイターだと自分のことは語っているこのデグイアなんですが、
前傾姿勢からトリッキーな形で左のアッパーカットでダウン、左のアッパーカットでダウン、スロー VTR を見るような形でどっしりとドタンという形で倒れてしまいましたデグイア。さあ起き上がれるか、どうだ、カウントアウト。キャラにとってこの辺りの相手に苦戦してはいられません。第1ラウンドです。竹原の右フック、竹原左フック、足を使って距離を取ろうという竹原、左をつきながらアレックスの右を通った竹原、ディレックアレックスだ。第2ラウンドもだんだん残り時間が少なくなってまいりました。ディレック竹原、ディレック、アレックスまた足に来た、グラッとしたダウン、ダウンです。左フックでグラグラッとしたところ、竹原右フック、ちょっとアレックスまたグラッキー、手をついた手をついた、攻めろという指示が出ています。あ、なるほどね、ジャブをやっぱついていかないとですね、はい、相手がやっぱり入ってきますよね。さあショートのボディー、あー離れが右が空振りです。竹原ボディー、あー竹原の左ボディー、ずれた、アブダウンを取りました。右から左から右クリーチに逃れるのが精一杯というトロッター、残り時間は30秒、ああクリーチをさせちゃいけないんですよ ね、 そうですね、ちょっとステップアップしてね、距離を取ってそこで打てばいいんですよ。右ワンツー、ダウン、最後は左のショートアッパーでダウンだ。さあどうだ、目がうつろのトロッター、あ、タオルだ、あっとタオルを投げ込まれました。その前に、その前にカウントアウトか。竹原慎二が指名 JR 関係もありまして一時延期という形になりました。まあ、それだけに竹原のこの気持ちの張りというのが非常に心配されたわけですが、まあ、宮下会長はこれを勝たなければ世界はないということを言いましてね、かなり竹原もこれを勝って世界だという気持ちが強まってきているということを話していました。第1ラウンドいきなりゴング早々竹原が右を振り回していくというシーンがありました。ここまで白井さん、竹原の方は表情的にはこれ落ち着いていると見ていいですかね。そうですね、非常に落ち着いて相手をよく見てですね、はい、あのやっぱり左が生きてますね、速いし強いしね、はい。まあ、ロサンゼルスのキャンプも、まあ、前回の防衛戦の前に1ヶ月行きまして、その時はやはり左から右がついてきました。竹原、さあ一気にいくか、この左は速いね、はい、リーチナーの左のリードもいいですね。まあ、世界挑戦が見えてきた頃にやはりロスに修行に来まして、この左、特にこのリードブロー、自分の背とリーチを生かしたこのボクシングを練習してまいりました竹原慎二です。前回より今日はコンディションも良さそうですね。仕上がりが、はい、仕上がりが万全ですね、はい。前回の対戦は昨年の12月19日、あのオーストラリアのクレッグ・トロッターも対戦となりましたが、あの時も左が、あの時も左で見事にダウンを奪うというシーンもありました。結果的に、はい、さあ竹原左のフックがですね、テンプルですね、そうですね、この髪そこにピシッと入りましたね、はい、もうパクの顔面がちょっと長くなってきました。さあ竹原左をつきます。まあ竹原はちょっと左の拳を痛めて、あーっと取り決まった、